Have fucking confidence, dude. Come on, son. Stop it. Wow. You know what? なんか今日なんか少しでも持って帰ってもらったらいいなっていう、あのすごいエクスプレスするだけが全てじゃないっていうのもあるし、ここで自分の動きを信じてどれだけこれに頼れるかとか、私も勉強してるし、あのもっと上手くなりたいから、そういうパートで。でもやっぱこの2人はコントロールとか、もうどのこうやってやっただけでも自分に自信があって、こうやってやっただけでも、もう最高にかっこいい動きって信じてるから、自分になんて言うんだろう、いい自信があって、それが過信じゃなくてね、みんなのことも見てるし、でそれでもってみんなに与えてるから、そういうかっこいいダンサーが絶対上に上がっていくから、ただかっこいいダンサーになるってわけじゃなくて、なんかちゃんとみんなでシェアして、みんなのいいとこ持ってって、うまかったらうまいなって言えるダンサーになって、成長でき合える、いい自信を持ってたくさん練習したら絶対うまくなると思うので、私も まだいっぱい練習したいこともあるし、基礎もやんなきゃいけないし、自分を信じてみんなでたくさんシェアしていくから。Next thing. One thing as well is don't be afraid of dancing. You know what I'm saying? Like anything you do, if you stay here, if you mess up, if you do anything, don't be afraid. Just keep going. As I said, confidence, right? Mm-hmm. And patience. So even if you mess up, keep going.
know, you're just gonna show your movements, right? The person you are, that's exactly what you have to tell, you know? So basically, don't be afraid. Don't be afraid. 自分のパーソナルをしっかり出して、でそれでもっと見て学んで踊ってってくださいって言ってます。はい。うん。ありがとうございました。